レーンで勝田車両センター E531系ラッピング車両を作ってみましたの後編です。まず前面のクリーム色の帯を塗装するためにマスキングをしました。塗装し終わった跡がこちらです。塗装が十分に乾燥した後、マスキング剥がしです。塗装がうまくいってますようにと祈りながら剥がしていきます。それでマスキングを剥がし終わった結果がこちら。塗装が剥がれていました。さらにクリーム色もはみ出していました。この塗装がうまくいかなかった部分は筆塗りで修正することにしました。地道にやっていく根気のいる作業です。どうにか塗り終わったので窓と台車を取り付ける最終作業に取り掛かります。そして完成したのがこちらです。ちょっと汚くなってしまいましたが、これが私の今の実力なのでこれで良しとします。